はい、すいません。僕の奥さんというか、彼女というか、サイクについて、緑さんとディベートしてるけど、楽屋とかで話したことある、ディベート得意な人の喋り方考えたら、ディベートが弱いから改善したい。まずそのディベートがどうこうっていうのをしたいという時点で、多分頭良くないと思うんですよね。と、その、番組とかのノリでディベート的なことはしますけど、それが、社会の役に立つとか、その生活の上で役に立つとか、仕事の上で役に立つというふうに僕は思ったことが一度もないし、それが役に立つよと言ったことは一度もありません。なので、すごく優秀なセラピストの話っていうのを何回もしたことあると思うんですけど、何かその自分は心の病かもしれないっていうので、セラピストに行きました。したら、いや、あんた別にね、全然問題ないよ。ここ来る必要ないよって話をされて、あ、別に行く必要なかったんだって言って、普通に暮らしました。っていうセラピストが一番優秀なセラピストです。割と、じゃあ、このお薬出しましょう。で、一週間後にもう一回来てくださいっていうセラピストの方がお金は儲かるんですよ。要はずっと、じゃあ一週間後に相談乗って、すごい親身になって相談乗って、そっかそっか、それは良くないね。じゃあ一緒に治していきましょう。じゃあまずこのお薬飲んでくださいね。じゃあ一週間後にまた来てくださいっていうのを毎週毎週やってくれる人の方が、いいセラピストのように見えるのですが、そいつは二流です。要は、自分が病気であるとかっていうのがわからない。要は自分病気じゃなかったんだって思うセラピストが優秀なんですよ。で、じゃあ今ディベートの話に全然関係ないじゃんと思われがちなんですけど、要はディベートで負けたから、ひろゆきの言ったことに従わなければならないと思わせてる時点で二流なんですよ。例えばじゃあ、N 校っていうのと全大学というのをどっちを作ろうかっていう議論があったとします。で、やっぱ高校を作るべきだよ。N 校を作るべきだよ。で、いや、大学作った方がいいでしょ。全大学を作るべきだよっていう二つの議論があるとするじゃないですか。で、その時に、僕は、じゃあ全大学を作るべきだよねっていうふうに思ってたとして、それはディベートで N 校派を潰すのではなく、N 校派の人と話をしてって、確かに高校より大学の方が儲かるよねとか、じゃあ大学を作った方が海外からも見られてそのブランド価値が上がるから、要はその高校って海外から入る人あんまりないですけど、大学って海外から入るっていうのもあるし、オンラインの大学だから海外からもオンライン大学生っていう形で世界中の大学生がうちの大学に来てますってなった方が、よりその生徒のメリットもあるし、ブランドとしての見た目もいいよねっていう風に、高校を作る側の人も確かに大学の方がいいよねっていう風に思わせた方が得なんですよ。要はその議論をしてディベートで勝ったからこの人に従うではなくて、まあ確かに両方考えたら大学の方がいいよねって思って、いつの間にか俺は大学を作った方がいいって最初から言ってたよっていう風に言わせた方がいいんですよ。よくおっさんいるんですよ。全然違うことしたんだけど、話してるうちに、いやいや、俺最初からそっちだったよみたいな、っていう風に思わせた方がいいんですよ。なので、そのディベートをして任すではなく、必要な情報と判断基準をこっそり提供して、いや、最初からそっちでも正しいと思ってたから、やっぱそうだよねっていうふうに、みんなに言わせるっていう方が、自分がそう思ってたっていうのがあるので、逆に話進めやすいんですよ。要はなんか、多数決で負けたから仕方なくやってるってなると、足引っ張るんですよね。でもやっぱこれを潰して、なんか N 校の方の話に戻した方がいいよねとかで、いろんなサボタージュとか足引っ張るようになるよりも、みんなでこれやった方が得だよねって思わせて、その後もやってくれた方がいいので、なんで僕そのディベートで議論で潰すとかって仕事ではほぼしないんですよ。するパターンは、この人は頭がおかしいので、潰して、こいつの意見を聞かない方がいいよねというのを、このグループの中で認識させた方がいいよねっていう時です。要はその方向性とかじゃなくて、おかしなことを言うやつがいると、話長くなったりとか、進めなきゃいけない方向性がずれる場合があって、こいつが毎回喋ることに時間使うの嫌だから、もうこいつが喋ると、あ、おかしなこと言ってるっていう空気を作るために、完全に潰すっていうのをたまにやるんですよ。で、そうすると、喋れなくなるし、喋らなくなるので、結果としてうまく回るっていう。
ていう時に、そのディベート的な、いや、ディベートというか、こいつの話は聞く必要ないですよねっていう空気を作るっていうのをやるんですけど、これをディベートだと思うと、まあ、ディベートに見えるかもしれないですけど、これは、あくまでディベートではなく、その人の存在を潰すっていう技なので、あんまりこれ進めないです。はい。あんまりやんないです。たまに仕事でもやるんですけど、あんまりやんないです。はい。で、これはね、やらない方がいいです。恨まれるし嫌われるので。なので、おすすめはしないです。で、このテクニックは、学んでもいいことあんまないです。強いて言うと、このテクニックを他の人にやらせるが一番得です。だから、例えば、ヒゲウエリさんとかに、なんか性格の悪い死んだ魚の目をしてるおじさんに、この人ちょっと潰した方が、多分長期的にいいから、ちょっとこれ、こういう感じで潰して、みたいなこと言うと、多分その死んだ性格の、死んだ魚の目をしてる性格の悪いヒゲウエリさんとかが、その相手を潰して、で、その相手からヒゲウエリさんを嫌われ、でも結果として僕は嫌われるもせず、思い通りに進むっていうのがあるので、なので自分自身がやるというより、誰かにやらせるという方が、むしろいいんですよ。なので、切れたナイフが、は必要な時に、その尖ったナイフに自分がなるのではなく、誰かを尖ったナイフに育てて、そいつに切らせるっていう方が安全なので、なるべく自分がやらない方がいいんじゃないかなと思います。論破とひろゆきさんの講演に題目がついてますが、知識量を生かした悟しだと思います。ひろゆきさんが見て論破が上手い人ってどうなったと思いますか？お坊さんとかじゃない？だってさ、神様とかいないじゃん。牧師とかもそうなんだけどさ、まず神様っていう存在しないものをあたかも存在するかのように喋って、でそのなんかさ、寄付とかさ、なんか物を売るって、一応なんかお金をもらう以上何か商品を対価として渡すじゃん。でもなんか教会とかさ、まあ、神社とかでもさ、その神様にお祈りとか言ってなんかさ、1000円とかさ、お賽銭取るじゃん。その1000円の対価ないんだよ。その神様にお祈りをすると叶うかもしれないっていう嘘を教えて、で1000円取ってるわけじゃん。でさ、なんかほら、痩せるかもしれないなんか薬とかさ、でもさ、さすがになんか薬だったりとかさ、なんかそれなりの対価になる商品を渡すじゃん。でも神社とかってさ、商品すら渡さないわけですよ。なんかお祈りしたら叶うかもしれないよね、だって神様っているしみたいなので、なんか1000円とかさ、なんか100円とかさ、50円とか巻き上げるわけじゃん。だあいつら相当ひどいやつらだよだ、そういう意味であの議論とか論破とか説得みたいな話ってあるんだけど、の一番上手いやつら僕は宗教家だと思ってます。はい。そんなのでキリスト教の人たちっていうのは優秀だなと思ってますよ。世界中であれだけ信者があって、結構信者がね、喜んで人を殺すみたいなことやってたりするんで。ひろゆかないさんのことを論破してほしいです。なんかその論破力みたいな本を出した人が世の中にいらっしゃるみたいなんですけど、論破をしている時点で二流なんですよ。本当に自分の思い通り他人を動かしたいのであれば、論破しているということが分からないように物事を説明して、あたかもその人がやりたいかのように思わせるっていうのがもう一段階上の話なんですよ。じゃあ例えば、じゃあその僕がじゃあ東京ディズニーランドに行きたいと思ってるじゃないですか。でじゃあただ自分のお金を払いたくないと。でじゃあその僕の知り合いのひげさんに東京ディズニーランド行きたいよねっていうの話をした時に、なぜ東京ディズニーランドに僕が行きたいかっていうのをひげさんに論破してもダメなんですよ。これ二流なんですよ。でその上っていうのは、ひげおよりさんに東京ディズニーランドに行きたいって思わせるのが先なんですよ。そのなんかディズニーランドで最近なんか売ってる、なんかミッキーのなんとかパレードみたいなところで売ってるやつが、買ってヤフオクで売ると1個が5000円で売れるらしいんだよねみたいな。でただ1人1個しか買えないから、人数連れてっていっぱい買うとすげえ儲かるらしいんだよねっていうのをひげおやじさんに言うとするじゃないですか。ひげおやじさんって基本的には金に汚い男なんで、じゃあディズニーランド行ってそれで大儲けしてやるぜって言って一緒に行けるやついないみたいなこと言うんですけど、彼友達ゼロなんですよ。なので多分僕に話が来るんですよ。ディズニーランドに行ってグッズ買いたいけど
ど一緒に行かないみたいな、あじゃあ行ってやるよ別にみたいなので行くと、ひよえさんは喜びさんで入場料僕の分も払ってくれるんですよっていうのが本当にそのうまくいくやり方で、論破っていうのが他人に見えてる時点で二流だと思います。はい。